ピッチャーさん、明日から我々は延岡行くですけど、なんか言っとく言葉ってありますか、これだけ。まあ、その忘れ物があったら連絡行くです。ピッチャーさんはまだ一日遅れていくんです。わかりました、ありがとうございます。でも俺の忘れ物は誰も絶対忘れないです。責任が何度もチェックしてもらって、皆さん、あの難しい顔してますけど、明日から延岡ですけど、どうですか。忘れ物がないよ。いけない。みんな同じことじゃん。自分でもチェックリストって、はい、やってるんですけど、はい、このチェックリスト自体が間違ってる。もう持っていけない。ああ、まあそうですね、そうですね。そうか。だからその信じすぎちゃダメと。一番信じれるのはだから、はい、台本なんだよ、はい、台本の下に書いてある小道具とか衣装を見て、はい、俺はここ最近2日連続くらい、あれこれないじゃんってなって、みんなも、あ、そうか、ちょっと衣装見とかなきゃダメか、今見とかなきゃダメ、俺出るもんね、あ、衣装もそうだし、はい、その小道具で、はい、あの事務所にあると持って帰んなきゃいけないもん、俺が例えばあったんで、え、ちょっと知らなくてもそれあれよ、今日家で思いついたらもう一回戻ってくる。やっぱ、あなたは心配はありませんか。いや、あのコーヒーでも飲もうかなと思ってたんですけど、あの楽しいなみたいな、その本当にあの夏休み気分でなんか行こうとしちゃってたんですけど、なんかゆうやさんのこのチェックリスト見て、うん、あ、やっべえみたいな。明日俺たちは多分4時起きなの。でも俺らさ、ほぼ毎日4時起きちゃう。毎日。明後日だけ多分8時とかで起きればいいんだけど、明後日だけ。ああ、そうかそうか。うん。うまくいけば。そう。4時8時4時4時だよ。俺が調べた限り。そんな早く俺起きてることねえよ毎日。あ、そうそう。あとあとちょっとこれ、あの我々今回あの我々一応キャノンさんのキャノンユーザーなんですけど、うん、ちょっとあの延岡行くにあたって、はい、C100 持ってくの重くて嫌、うん、だなって。ちょっとまあソニーさんにも一回ちょっと触ってみようかなと思って、まあ、なんかソニーもパナソニックもいろいろ触ってみようっていう話ですよね。いろいろ触ってみたいなと思って、うん、こちらあのソニーの ZV-E1 っていう、はいはい、機種をちょっと借りまして、うん、ちょっと触ってるんですけど、なんかちっちゃいのでいいんじゃねみたいな話をみんなで言ってて、これはなんかソニーの FX3 っていう、はい、あのちくわが持ってたやつ、ちくわが持ってたやつと、あのセンサーサイズとかは、うん、だから基本スペックは一緒なの、うん、基本スペックはだけどなんか熱暴走にちょっと弱いみたいな、うん、まあ、でもめっちゃ良さそうなの、めちゃめちゃ軽い、とにかく C100 から比べたらもうほんと段違いからさ、まあなんでこれをちょっとね持ってって使って、あの延岡ではちょっとこの ZV-E1 でいいですね、はい、で ZV-E1 がもしその熱停止しちゃったら、うん、まあ、アップルの、うん、製品になっちゃうんですけど、 iPhone ですね。iPhone! 俺のやつ10年前の世界産なんだ。リーダースペース大塚です。今日からですね、延岡で撮影なんで、今からちょっと飛行機なんですけど、ちょっとねゆうや探してるんだけど、ゆうや見つけられないっすね。ちょっとゆうやと2人で前乗りなんですよ。ただあれかな、ちょっとゆうやと待ち合わせしてるんですけど、ちょっと見つけられなくて、この時計台ですって言われてるところ行ってたんだけど、あ、ちょっと見てください、今日はこの靴で来ました。さあゆうやさんと出会えるか。あの時計台だと思うんだけどな、左に曲がって時計台ってこれしかないと思うんだけど、はい、完全に私が間違えてましたね。これ4だから、これこいつ間違ってるじゃんと思ったら、私がただひたすら大きく間違えてました。いや、待って、こいつも撮ってるわ。なんか遠くからずっと撮ってんなと思ってはいたんだよ。あなたももしかしてデイズですか。そうですよ、だって今撮っておかないと。あ、確かに何も撮らない、はい、ちょっとゴミだけ捨ててきていいですか、はい、ゴミ捨ててもうね、乗る用意でいいですよね。保安系だけ入っちゃって、まあ、そうっすね。あ、じゃあ先入っちゃおう。もうなんかダブルカバンがダメって言われたんだけど、なんか大丈夫っぽい。もう通れたもん、とりあえず通れたから大丈夫。次も通れるでしょ。いや待って、何お前俺をビビらせんのやめろ。
いや、カバン2個は無理かもしれないな。お前は通れないかもしれないなみたいな。どうだ。いや、メロン全然通れた。お前だってカバン2個なんだから。俺手下げっていう言い方。ああ、俺も一応手下げだよ。だからこれ。うん、ここほら 手下げあんじゃん、ここに。それ手下げだよ。お前、俺がどんだけビビったか、これ取れとかったらどうしようとか。はい、今からですね、このソラシドエアに今が登場します。どうですか、ゆうやさん。気持ちいいな、僕は。何だ、ここは生ピロッツか。いや、ここはあの空港なんで、あの飛行機に飛ぶとこない、そういうとこじゃないんで。 19C、 俺 18C かな。いいじゃん、ちまあ楽しんで寝れるかな。飛行機寝れたら寝たいな。はい、宮崎空港着きました。空がいいっすね。ちょっとゆうやとはほんの少し離れてしまったんですけれども、今からですね、電車で延岡までまだあと2時間ぐらいあるんで、もう行きたいと思います。あ、ゆうやさんいましたね。Yeah. ゆうやさん寝れました。いや、何分ぐらい寝たんですか。寝れてない。あ、寝れてない。うん、緊張したやっぱり。いや力はずっと抜いてたよ。俺は寝たかったのに。俺もでもうっと5分ぐらいうとうとできたの。まさに今ゆうやさんにブスって言われました。やっぱりな、お前なんか言いそうな顔してんなと思ってたんだよ、人のことブスとか。言ったことないんだけど、番長とかさ、キャラクターとかさ、人のことブスっていうキャラクターとかさ、俺もなんかそのキャラクターに乗っ取ってたって言ってたよ。本当はデブっていうところで腹減ったんだよ。朝9時だよ。ペコペコだよ、マジで。はい、おなじみのね、空港から電車に乗るまでのおなじみのエスカレーターですね。松屋さんの新しい、ね、はい、私は宮崎名物ジャリパンと、これですね、アイスコーヒー、アイスカフェラテ買いました。あと本当は卵パン買ったんですけど食べちゃいました。ジャリジャリする。マムジャリパンちょっと食べる。大丈夫、宮崎名物だよ。大丈夫、寒い。